ホットサイクル式ローター。ホットサイクル式ローターは、ヘリコプターやティルトローター方式の機体における、ローターの回転方式。ホットサイクル式ローターは、従来のように、ピストンエンジン、または、ターボシャフトエンジンからの動力を変速及び、動力伝達機構を介して、主回転翼、メインローターに伝えるのではなく、各種のガスタービンエンジン等からの中期そのものや、 外気と混合してある、程度温度を下げた中気、または、排気を耐熱、耐圧管などで、主回転翼の羽の先端に導き、先端の散布口から噴射して羽を回転させる。回転翼機特有の問題である、トランスミッションなどの複雑な伝達機構による、故障頻度や整備性の低下を回避でき、また大きな完成モーメントを持つ回転体である。 回転翼の回転に伴う反作用であるルクの減災に不可欠となるテールローターの人員接触による殺傷とテールローターが横風などで失速思考力を失うなど機体自体の安全性を阻害する問題であるテールローターの効果喪失、英語版を二重反転式ローターやローターのような複雑な機構を使わずに回避できるという長所がある。反面、高圧。 高温空気にさらされる機体、または回転翼の内部配管の腐食や高圧による破損等の問題が付きまとう。1950年代からいくつかの機体試作が行われたものの、2018年現在で実用機は皆無である。なお、類似の形式としてチップジェットと呼ばれる駆動方式も存在した。これは、 タービンエンジンからの排気を配管で回転翼の羽の翼端に導くのではなく、回転翼の翼端に直接ラムジェットエンジンなどの推進装置を取り付けて、水力にて羽を回転させることで反トルクを生じさせないようにするものである。しかしながら、ラムジェット特有の安定稼働能力の不足や燃料消費に対する同供給の混乱に伴う、 問題による低い航続力など様々な技術上の問題も抱えていたため、ガスタービンエンジン、ターボシャフトエンジンの一般化によって姿を消した。この理論をさらに推し進めたのが、羽先端から圧縮空気を噴出することで仮想的な翼形を生成し、それを用いる方式の研究機、シコルスキー X ウィング、社内名称 S-72 である。 ホットサイクル機構は回転翼の各々の羽の先端からの高温高圧のガス、もしくは圧縮空気の吹き出しにより回転翼を駆動するという特徴の一致からしばしばチップジェットと混同され同一視されがちであるが、両者の間には噴出口への出力の経路と気候に相違点がある。例えば、ヒラー U-32 ホーネットは簡素なラムジェットを 回転翼羽根の翼端に装備し、その推力で回転翼を駆動する。このため、ホットサイクル機構の定義である、機体の胴体内部もしくは、胴体側面に、ポット式に装備した、ターボジェットエンジンあるいはターボファンエンジンからの中期を、回転翼の羽根に導くハイト構造は存在せず、チップジェットという回転翼の駆動形式のすべてが、ホットサイクル機構に該当するわけではないという、 概念の競合部分と、その相違点に注意する必要がある。冷風型チップジェット、コールドサイクル式とも、後日の蒸気の分類図における該当区分は、以下の通り。なお、その他の区分には、ターボシャフトエンジン、およびレシプロエンジンの軸張り機より、圧縮機を駆動させる機構を含む。マクダネル XV-1 は、圧縮機をレシプロエンジンで駆動し、 一方で、VFW HOKA H-3 スプリンターや主度、ウエスト SO-1221 人などは、ターボシャフトエンジンの軸張り機で、延伸式圧縮機駆動し、その圧縮空気、冷風を用いる方式で、コールド、エアチップジェットとも称される。ホットサイクル式や、翼タンラムジェットのように、熱い燃焼ガスを用いないので、機体内の配管、あるいは、 回転翼内の配管の熱による材料疲労から逃れられ、耐圧のみを考えれば良いので、強度的に楽になる。また、燃料消費がホット燃焼ガスを用いる方式より抑えられるという利点がある。反面、発動機の軸張り機で直接回転翼を駆動する。通常ヘリコプターやターボジェットやターボファンエンジンの排出ガスを直接噴出させる。 ホットエア紛失型のチップジェットに比較して圧縮機を介することによる機械的な効率損失や冷たい単なる圧縮空気圧による回転翼駆動による効率低下出力損失他の駆動形式のヘリコプターに同じ発動機を搭載した場合に比較し小さな機体規模重量が軽い機体になるがあり大型化が難しいという限界があり その後の各国での開発が収束した状況にある。手動スト SO1221 は、並列に座の乗員、乗客室区画、キャビンの後方にターボシャフトエンジンのチュルボメカ、アルトウステの軸馬力を用いて、圧縮機を駆動させる、ターボコンプレッサーエンジンを搭載し、この機の主回転翼、ローターは、羽ね部、ブレードの先端から噴出される、圧縮空気噴流。 冷風駆動を、コールドサイクル、冷装魚雷に、タグイー、で回転した。従って、トルクを発生しない、主回転翼、ローター回転機構のため、半トルク用のテールローターを必要とせず、この木の剥き出しの微ブ支持部、ブームには2枚の微翼と方向だしかなかった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。